はい、どうもパスカルでございます。まあ、今回なんですけども、今回は、アインズ使っていきたいなと思います。でついにですね、明日から、オーバーロードの復刻が来るっていったところで、なんでね、復刻が来る前に、アインズ使って遊んでいきたいなと思います。でデッキに関しては、ちょっといろんなカードを使いたいなと思ったんで、とりあえずまあチートの桃鍋と、ミドノガと赤ガブと、ツマゼン入れてね、ちょっと遊んでいきたいなと思います。でキャラ性能面に関しての、まあ、話なんですけど、普通に優秀ですね。はい、まあ、攻撃倍率もまあ 1.45 あって、まあ、攻撃力に関しては申し分ないですね。ただ耐久値に関してはそんなにめちゃくちゃ、あるわけじゃないので、そこはちょっと注意点ですかね。はい、ではやっぱりね、何よりもねアインズの強いところがねアビリティなんですよ。まあ、発動ターン以上のカードを全て無で切れてしまう。まあ、今のツマゼンとかもまあ無で切れちゃってるんでね。オーマイガー、あ、ナイス味方、強すぎ。もうこんな感じでガブも全部ターン切りできてしまう。もうこれが本当にまあチートすぎるっていうか、ずるすぎるっていう本当にめちゃくちゃ優秀ですね。はい、で、まあ、キャラ性能面も強いんですけど、まあ、カードもまあチートなんすわ。まあ、やっぱりね、環境を壊した、桃鍋もありますし、前方にね極大ダメージの、まあ、自称フルークだったり、超攻撃寄りの回復カードを緑ミミミがあったりで、本当にね結構引く価値、手が引く価値しかないですね。本当に自分もねできればね、引きたいんですけど、なかなかね、そうオバローがね復刻されるタイミング、なんかいつもお金がないんですよね本当にお金がないんですよ。なんでなんだろうなっていうね、なんかちょっといなんか悪いタイミングでね、なんかいつもお金ないんですよね。普通にね、まあ桃鍋とかねむちゃくちゃ欲しいんですよ。まあ持ってるっちゃ持ってるんですけど、とつってるわけじゃないので、今これ2凸なんですよ。なんでまあ一応今デッキレがまあ220って感じなんですけど、あれぜひともね、まあ桃鍋を貫突させてね、わっはっは言ってやりたいんだけどもう本当にね桃鍋が優秀なんでね、結構アット1で迷ってたら、まあとりあえず桃鍋入れとけばいいんじゃねみたいなね感じなんで、もう本当にね桃鍋入れててね、もう遊んでやりたいんですけどね。はい、まあぜひともね、ガチャ回す人はね、貫突させて遊んでみてくださいまあ貫突じゃなくてもね、全然1凸だったり2凸だったり3凸だったり全然使えますので、はい、遊んでみてください。自分もねちょっとね引けるならねちょっと引こうかと思ってるんでね、今回のオーバロンに関しては。はい、じゃあなんやかや喋ってるうちに勝ちました。味方ナイス。はい、じゃあ次の試合いきましょう。絶望の、結構もしかしたらね、まあ、スルー、今回の復刻祭スルーする人多いんじゃないかなと思います。まあ、その理由もね、もう1ヶ月切ってるんですけど、もうじきね、もう周年が始まるって言ったところで、確か12月の23日だかにコンパスフェスがなんか開催されるみたいなところで、まあもうね、もう周年といったらね、まあ、新コラボ確定で、なおかつ、まあ、新キャラも、まあ、2人確定で、まあ、UR も4種あるって言ったところで、しかも多分新効果のカードがまあ2枚以上あるかなと思います。うん、なんでね多分速攻で多分引く人が多いと思うので、まあ、今回見送りする人は多いんじゃないかなと思います。そこら辺に関してはね、まあ、自分の判断なんですけど、まあ、全然ね別にオバロも今すぐ引かなきゃいけないっていうわけじゃないので、まあ、普通にキャラ性能面もカード性能面もまあ優秀ですよっていう感じなんでね、まあ普通にね、まあ1回以上はもう復刻果たしてるんで、まあ、どこぞの伝説のコラボあると思うんですけど、1回もまだ復刻されてないね伝説のコラボがあると思うんですけど、まあ、そういったわけじゃないので、まあ、次の機会にでも
まあ弾いてもいいのかなと思います。はい、いや次のね周年ね自分も楽しみにしてるんですよね。何のコラボが来るかっていったところですね。まあ男女にね、男女ともに人気の多分アニメだと思うんですよね、アニメでなんか男女ともに人気のって言ったら何が考えられますかね、まあ、結構あるとすれば、まあ魔法科高校の劣等生だったり、あとはなんだろうな、男女難しいですね。まあ女性人気かは分かんないんですけど、鋼の錬金術師ですね、まあ鋼錬だとか、まああとは男性人気の方が多いかな、まあ窓まぎだったりするんですかね。ぶっちゃけね、まあ何着てもね嬉しいと思うんですけど、まあ、まあね、まあ、ちょっと知ってるコラボだとなおさら嬉しいですかね。はい、まあ、新キャラ2人確定なんで、まあアニメ、まあ何のアニメか分かんないですけど、まあアニメで、まあ2人、まあ主人公と、まあヒロイン、まあ SAO のなんかキリとアスナみたいな、まあ分層だったら、まあ芥川と、まあ淳みたいな感じですね。まあ2人が活躍してるっていう、まあアニメとなんか、コラボをすんのかなとは思いますけどね。個人的にはね、ちょっと周年で来ないとは思うんですけど、まあワールドトリガーとかね、そこら辺が来てほしいなと思います。あとはまあ影の実力者、影実とかね、そこら辺もねちょっと期待してはいますね。はい、じゃあ次の試合いきましょう。はい、じゃあラスト試合いきましょう。なんやかんや喋ってるうちに。いやでもね、いや本当にね、オバロー今回ね、自分ね今桃鍋がですね、2凸なんですけど、まあ、8枚持ってるんですよ。実はですね、初めて来た初コラボの時にですね、まあ結構っていうか回して、まあ、本当はね、ちょっと貫突させる予定だったんですけど、まあ、ちょっとね、お金がちょっと別のところに消えちゃったのでちょっとなくてみたいなっていうので、とりあえず今ここで終わってるっていう感じですね。で2回目の復刻の時も実はですね、ちょっと回してないんですよ。その時もねちょうどねお金がなくてみたいなっていう感じなんでね、まあ、本当におばろの復刻の時はいつもねお金がないっていうね、でしかもね、まあちょっと一番枚数少ないんですけど、桃鍋が8枚で、自称フルークが、まあ、10枚で、緑ミミミが4枚かな。で自分ね攻撃寄りのね回復、強い回復カードを持ってなくてですね、しかもね4枚しかないんでね、まあ、なかなかそこからちょっと4凸ってなるとね、かなりの額が必要になってくるっていう感じで、まあ桃鍋と自称フルークに関しては序盤2回やばすぎる。前転で守ってナイスエボリー、これはレオンでおらーナイス。いや本当にね、なんでねちょっと桃鍋と自称フルークに関しては、まあ、ちょっと三凸させたらいいなと思います。まあ三凸だったら普通に使うかな、桃鍋三凸させてね、ちょっといろんな、まあ、ガンナーだったり、まあ、スプリンターだったり、まあ、アタッカーにもね詰めたりできるキャラがいるのでね、まあ、積んでちょっとねウェーイって感じでね。ちょっと遊んでみたいなって思います。いやーただねー、あと3枚当てるってなるとね、結構運が悪かったらね5万使ってもね下手したら出ない可能性もあるんでね、ちょっとそこがねガチャの怖いところなんですよね。金が来たからといって、金確定が来たからといってそれがコラボカードじゃないので、あナイスは金やん、倒せるね、ナイス強い。そうなんですよね、そこはちょっと渋いよな。そうそう、まあ最近はねちょっとコラボガチャはねなんか結構いろんなねガチャ演出が増えたと思うんですけど、まあコラボじゃなくてもね工場でもいろんなね、これ合わせられてないの、まあいろんなね演出来てると思うんですけどね。
まあ、とりあえず桃鍋使っとくか。これどうなんだろう、桃鍋で守れるのかな。多分守れるんじゃないかな。そんなバグドの HS もそんな一発一発強力じゃないんで。ああナイス。はい、じゃあてな感じで、アインズ使ってみました。皆さんもね、ぜひ自分のビットマネーと相談して、ガチャ引いてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイチャ。